ハイパーズ。はい、こんばんは、舞姫です。舞姫、今年の衣装のテーマは、富士山をイメージしております。舞姫のいつもの定番から黒と赤と白を基調に、足元のところですね、富士山の模様が入っております。一番端っこ、男の子の衣装ですね。どこに富士山が入っているかというと、ちょっと後ろを見てください。はい、背中に入っております。旗振りの男性の衣装はみんな後ろに入っております。はい、それでですね、頭の髪飾りに注目していただきたいんですが、こちらの髪飾り、実は手作りで作られております。はい、舞姫の衣装ですね、毎年実は手作りでみんなで作っております。凝ってるんですが、帯も全て手作りです。はい、ね、ではチェンスを広げてみてください。はい、センスですね、青と赤の2色のセンスです。こちらはですね、富士山の青い富士山と赤い富士山、両方をイメージしております。はい、では明日パレードではステージ踊りとは違う振り付けになります。ぜひ先生や衣装注目していただければと思います。よろしくお願いします。初めてショートパンツにチャレンジしてみました。どうでしょう。スカートは可愛らしくしてみました。どうせを作りました。ドレス素敵でしょ。そしてありがとう。なんと今年はあと子供たちの希望の通りのピンクの衣装、そしてこの袖決まってますか。笑顔もバッチリ、メイクもバッチリ、ママもバッチリ。こんなグローバルキッズ、これからもよろしくお願いいたします。踊ってやらいでございます。地元のチームでございます。我々のチームですね、今日ファッションショーということでですね、衣装はですね、コシノジュンコでございます。嘘ですねはい、みんなポーズ取って。はい、小田原にちなんで、フロントは、梅ですね。はい、はい、後ろ向いて。はい、小田原の海を想定しましたですね、鮮やかな、グリーン、ライトグリーンにしております。はい、前向いて。はい、決めポーズどうもありがとうございました。踊ってやられでございました。毎年お世話になっております。本当ここで踊らん会です。この春10周年を迎えまして、衣装の色は初期の頃の黄色に戻ってみました。こだわりは、前目黒の黄色とグレー、練習の時から黄色グレー黄色グレー黄色グレーってやってました。あともう一つは、ハチマキ、今年のタイトル、百戦錬武のマークとしてるんですが、チームの一人としてこの意味を理解する人はいません。誰が最初に理解してくれるんでしょうか。失礼いたしました。どうもとここでお団体でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、よさこい武勇伝です。今年の衣装のテーマはですね、空の国ということで、翼が生えた踊り子をイメージして、お母さんたちが手作りで、作りました。まず正面ですけれども、紫の衣装ですが、ジンバ織風になってます。はい、はい、横を向いて。はい、頭の鉢巻きにはですね、羽を、あしらっております。そして最後、後ろですけれども、はい、みんな後ろを向いて、はい、チームの
マークですね、火の鳥をモチーフにしたマントをつけております。以上です。はい、みんなじゃあ最後にポーズ、せーの、はい、ありがとうございます。よさこい部員でした。どうもー、伊沢屋です。さあ、よろしくお願いします。伊沢屋の今年のテーマは本能ということで、野生をイメージしてアニマル柄。続きまして、伊沢屋のチームカラーである紫。そして最後に、伊沢屋のリーダーが手書きしたロゴ入り傘。踊りも衣装も注目してみてください。伊沢屋でした。衣装、今年の衣装も全て手作りで行ってます。で、今回は袖にチームのサルとラクを入れてみました。それから、はい、ターンします。今回は前だれにも挑戦してみんな作りました。はい、それではみんなで、はい、ポーズ。どうもありがとうございました。こんばんは、レインボーキッズです。今年の衣装は背中に円の形をつけました。女の子は頭にウサ耳と、下にはミニスカートを履いています。男の子は忍者のようなハチマキと黒いズボンを履いています。よろしくお願いします。せーの、セクシー。まずこのセクシーポーズ、むさ苦しいおじさま方も、綺麗に見える鮮やかなオレンジ、そして腰から垂れるショーという垂れ、これかっこいいですね。せーの、構え。せーの、エンサーホイ。ハトナム勝利してありがとうございました。ここから来ました、エンブレンです。私たちの衣装は仲間が丹精込めて作った手作りなんです。デザイナーは田中カルポ先生です。はい、このきらびやかな衣装ぴったりの、かっこいいお姉様方に拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、シップラングです。私たちの衣装はお母様の手作りです。生地を切って、そして縫っていただいています。今年も衣装替えをいたしました。まずゆうかちゃんご覧ください。ピンク、そして傘を取ります。メイクは右側が男性、左側が女性となっております。そして次のパターンはセイナちゃんです。肩をしっかり出し、若さをアピールしてみました。足はちょっと素敵にセクシーに出してみました。皆様いかがだったでしょうか。そして最後はもう一度着てしまいます。なんと舞台の上で着てしまうという大胆な行動に出ました。この衣装がどこにあるかは企業秘密です。皆様明日も踊りますので、よくご覧になってください。正解した方には粗品をプレゼントしたと思いますので、どうぞ皆さん挑戦してみてください。お待ちしております。そして美咲ちゃんが今全部変わったんですが、見ていただけましたでしょうか。はい、このように皆さんにも楽しんでいただき、メンバーも楽しみ、みんなで楽しんでいるチームです。皆様どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。シッピーランビー、練習はうらぎらない。ありがとうございました。踊りん中です。今年は10周年を迎えることができました。今年の踊りん中のテーマは、踊る祭りと書いて祭りらしさを出して、袖に踊りん中の、ロゴを入れてみました。よろしく
くお願いいたします。ありがとうございました。こんばんは、小田原鈴廣隊です。今年の衣装の4つの色をご紹介します。まずはバックスタイルの青、小田原の海と波をイメージしました。大量だ大量だ、新鮮な魚が取れたらかまぼこ職人登場。2つ目は職人の白です。技で美味しいかまぼこが完成。かまぼこのおめでたい色をイメージしたピンク色の布を小道具に使用いたしました。最後の色は元気なオレンジ。今年も小田原の街を元気に盛り上げます。ありがとうございます。自然、太陽の光を赤、緑、黄色で表しています。そんな衣装に身を包んだ連のメンバーは、下は中学生、上は50代まで幅広いメンバーで活躍しています。以上、連でした。ありがとうございました。イエーイ、はい、ありがとうございました。すみません、あとこちらで全員集合したいなということで、前半戦のチームも混ざっていただきたいなと思いますのでお願いします。どんどん上がってきてください。皆さん、シャッターチャンスかもしれないですよ。皆さん集まりましたか？まだですかね？はい。